これで終わり？左は終わりです。OK、そう。右手がね、まだ。そうですね、右手ある。はい、右手で行きます、はい。まあ、これでだんだん感じが分かったんで。初勝利あの体勢の方がやりやすかったですか？そうですね、もう肩がぐっと入ってる感じだった。 ありがとうございます。やっぱスキルですね、だいぶちょっとテクニックやっぱありますね。やっぱ脳練習なんで、うん、脳練習こんな何もしないで出てなんか申し訳ない本当にこんなにみんながちゃんとしてたお前結構なちゃんとしてる人たちが、全然ビギナーじゃない。ビギナーです。はい。そうですね、はい、パンプしてきたの前腕が血管が大丈夫です本当速い。レディーゴーカーが超速いから最後もスピードで負けないようにしよう。バンドはあのストラップ巻いてからの時速かったですよ。それスピードや。スピードで勝てば勝てる。そうですね、はい、ちょっと乗ってきましたね。乗ってきましたね。右の手西橋選手です。うわまた速い。高橋選手いや、いい感じです。いいですね。いい感じです。最初のところの、いや、ある意味瞬発力です。はい。スタートしたてして、
石橋選手が決勝進出。第3位、渡辺選手です。早かった相手。決勝進出ですね。ああ、よかったです。ありがとうございます。だんだんコツがつかめてきた感じなので、なんとか決勝まで行けたので、だ決勝の相手は多分左で一発目負けて、右も一発目負けた方なので、だいぶ強い方なので、そうですね、ちょっと優しい人ですね。全然ビギナーじゃないですよね。ビギナーではないですね。最初の組んだ時とかで決まるので、みんなちょっとでも有利に自分の好きな方に持っていこうとするので、そこをなんかこうレフリーが修正するんだけど、修正しきれてない状況の時に勝てるとか、なんかそういうインサイドワークみたいなのもあるんだなっていう、はい、駆け引き、駆け引きありますね、はい、あと僕決勝あるので頑張ります。こちらのペルー、ビギナークラスライトハンドプラス75キロ級、優勝、宮下選手、優勝の石橋選手、3位に。お疲れ様でした。いやー、面白かった、楽しかった、すげー楽しかった。いやー、すごいっす。久々になんかこう刺激があったし、すごい最後長期戦でしたね。もうね、完全なスタミナ負けです。あの形は石橋さん有利な形。そうなんだ、手首完全に返ってるから。でも強いよ、自力があるから後からいけないんだよね。そうですね、勝った時はあのままみんなカッコンって言ったんだけど、石橋さんだけは後から落とせなかった。このままカッチがそうね、強いね。手がパンパンです。両手パンパンですもん。そうですね、あれだけ結構試合しましたもんね。いや結構したし、なんか宮下さんといつも長期戦だから。今度こそ優勝できるようにビギナーで頑張ります。5キロクラブ長距離の、結果報告です。ビギナー優勝の宮下選手、第2位石橋選手、第3位渡辺選手です。いや嬉しいです。中村選手です。あのアジア大会で銅メダルもらって以来。すごい、ありがとうございます。終わった。これも症状も。もう腕パンパンっすわ。腕パンパン。ありがとうございます。すごく朝早いですね、6月は。印象的だった。印象的だった、いや、よかった。敗者復活から勝ち上がってました。ああ、なるほど。キャラクターもあると思います。すごい、すげえ。よかったですね。おめでとうございます。
いや嬉しい、本当嬉しい。いやバスケでもらうより嬉しい。身長210センチ、石橋のチャンネルです。ぜひ登録もよろしくお願いいたします。